皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の魔法のピンクの大輔お兄さんと匠お姉さんバージョンについてですね。作詞作曲は歌手のさだまさしさんとなっているんですよね。この方もすごいですよね。お母さんと一緒に曲を出されるような方というイメージは少しないんじゃないでしょうか。そしてこの歌は今でも変顔をしながら歌うというところでとても人気があるんですよね。匠お姉さんの変顔が見れるのもこの歌のいいところかなと思います。はい、今日はお母さんと一緒の魔法のピンクについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。